お疲れちゃんです、ラットです。というわけで今回もクラッシュロイヤルやっていくんですけど、今日はですねこちら超郊外でね爆速ローフデッキやっていきたいと思います。今ねめちゃくちゃ流行ってるデッキなんですけど、まあ新環境ねローフ結構強いです。はい、珍しい環境が来たなと、まあ、いうわけなんですけど、まあローフ飛ばしてねもうスケールSPボンバウッドで待ってローフ飛ばせるので、まあ火力ね上がったローフで無限に攻めましょう。そして防衛はハンターですね、まあ、ほぼハンターです。ハンターで、ハンターで盾を溶かす能力がすごい高いんですけど、後衛をね溶かすことはできないので、まあハンターで盾を溶かして後衛はロイヤルデリバリーで時間稼ぎしながらっていうのがまあ理想的かなと。というわけでちょうどぴったりね100位だったと思うので、おー101位落ちたらやっていきたいと思います。さあよろしくねと。でまあロイヤルはねやっぱ固めて出しても火力出て強いんですけど、セパレートでね攻めれるっていうのも強いところですね。相手がメガナイト持ち、そしてファイヤーボール持ちなど、まあ固めて出した時に、まあダークプリンス持ちだとか、バルキリー持ちだとか、綺麗にね、対応されちゃうよねっていう相手には、まあセパしとけばね、相手も対応しにくいですから、まあセパしちゃってね。まあ基本的に最初はセパでいいんじゃないかな。で、どっちか削れてきたりとかしたら、ね、もうセパじゃなくてもいいんだけど、まあ今回相手がなんだこれ、ロイかな？ロイっぽい。エディババトリトンロイ、ちょっと気持ち昔のね。いやボンバーがね、あとはねまあめっちゃ強いわけじゃないんだけど地味強なんかまあニコスだからねっていうのはあるっすよね。これトリトンとか来んのかな。いや来ない。さあハンター、いやハンター強い。でこのねなんか僕よく1-3セパするんですよ。これユニットの縦側にね1体で、まあ、反対3みたいな。ちょっと地味に守りにくいよね。いや、マザネク、地味めんどいっすね。さあ、あのマザネクはウッドぐらいでいいでしょう。これ多分ロイなん、あ、ロイでしたね。ロイで、ロイマザネクエリババですね。まあ、エリババが地味に嫌だねって感じかな。さあ、デリバリーがね。いやん、ボンバー生きてほしかったな。で、ファイボーだと思うっすね。まあ、ロイヤルでファイブ打たして、ハンターで無双するっていうパターンもあり。今、ロイヤル飛ばすと、確定ファイブじゃないかな。エリババ咲いてるから、もうユニットでね、マザネクだけとかだったら、固まってると逆にファイブ打たざるを得ないっていう。ファイブドゥーン。で、ファイブだけだと、これがね、結構入ります。いや、豚一発90近くあって、そう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 。で、まあ問題はこいつっすね。この、ケツロイじゃん。これはね、やっぱ攻めファイブを相手も絶対したいから、トリトンもしたいから、ね。で、僕あんまなんかやると2周目でね、行かれちゃうんで、ちょっと我慢してね。我慢してね。いや、耐える。で、ここで、さ、攻めます。エリババで、エリババ使った。この次かな。まあ、多少は入るっすよね。で、端前。あいつだけちょっと警戒しなきゃいけない。うまい。ファイボー。いや、わかった、いる。耐えとし。耐える。いや、耐えたらさ、マジでワンチャンあるやんな。あ、ボンバー間に合うかな。いや、イリババと被ったのは奇跡じゃね？こうなったら俺の方が勝ちやね？太い！危ねえ。いや、これ、あいつは負け筋っすよね。最後いや、どうだろうな。俺のクエイクがさ、クエイクとゴリ回すっていうパターンもあったから、相手も攻めないといけないっていうのがあったのかもね。いや、でかっ。まあ攻めでね、ロイホグをね、2周目、3周目回すなら、まあ、防衛でもね、ハンターとかボンバーとかをね、まあ、2周目、3周目回しましょうって感じっすね。さあ、もうウッドとかでね、削りながら、やべ、なんか、ボンバーとかが欲しい。有能系のね、ボンバー的なカードが欲しいんだけど。デリ使っちゃうか。よいしょ、さあ、ベビドラ。この人、ペッカラムだった気がすんな。俺の記憶が正しければ。ペッカラムは相性いいんじゃない？豚爆発させりそうだけどね。まあ、なんかペッカプラスラムベビドラとか形組まれたら厄介かなっていう。
さあ、ハンター2発ぐらい殴ってほしいな。ああ、まあよくやったんじゃない?普通にこのペッカの後ろのね、ラムライドとかめんどいかもしれないけど。言うて序盤は逆にこっちの流れみたいな。よいしょ。ボンボン残る。これ豚行ってもいいけど、ベビーがな。ベビー安っすよね。金気度。さあ。これボンバ行っちゃうかな。これ、調子乗りかな。タルババがね。タルババがね、あるもんな。いや、絶対いらなかったっすね。まあでも、まあ、タルユキが意外とね、範囲攻撃とベビーか。まあ、タルユキベビーあたりですね。ロイホグ防衛されるのが。ゲツペかな。まあ、ここ一回行きたいけどね。豚も一回。うん。同彩、左にケツペかな。さあ、右行こうかな。よいしょ。いや、ボンバーまで行ってんのかな?なんかもうさ、ゴブドリ感覚になってますね。ゴブドリってゴブドリボンバーで攻めるからさ、ね、ゴブドリだったら、でなんか考えちゃってるんですけど、ゴブドリじゃないんでね、あんましない方がいいな。これラムが普通にめんどいかもね。そう、ラム。ハンター?いや、ハンター、エイム神じゃね?今のね、天才的だったよね。さあ、まあ一応セパするんだけど、まあ別にそんなセパに意味はねえから、なんか両方ともさ、そこそこに削れてるから、どっちのサイド削ろうかなって感じですね、僕は今。さあ、からの、これ、豚まあ飛ばしましょうか。飛ばしてなんぼっすからね。さあ、まあ地味に地味に入る、地味にね。さあ、同彩来る。これ、ボンバー大事だったかもな。まだ、ライトニングがね、これ強いっすよね。もう、ライトニングで全部飛んじゃうから。さあ、ボンバーもう一発。まあ、でも、タルユキエレキ。いや、僕はもうちょっと攻めた方がいいかもね。結局、ペッカラム、なんか、ライトみたいなされると、さすがに止まんねえから、ここで攻めます。相手といろいろかぶったっすね。相手とかぶって、いや、そんな間の豚が強い。いや、これ来たんじゃない。てってって、いや、ナイス。なんかね、最後ラム僕止まんなかったんですけど、それ以上に豚のやっぱ火力高いんでね、溶かすのはこっちの方が早いですね。よろしく。いや、初手にさ、ロイフォーク全然来ねえな。まあ、初手ロイフォークはね、固めるとメガナイトで踏まれたりだとか、もう一瞬でね、エリアで取られて、まあ、負ける可能性がすごい高くなるんですけど、まあ、セパレートだったら、まあ、そんなにリスクはないと思うので、初手ね、セパで攻めたりとかはありだと思うんですね。まあ、トルネで金起動されやすいとか、単純にされて終わるみたいなこともありますけど、やべ、外した。やべ、やべ、待って待って。空振った。さあ、で、これ今回って、ペッカっぽいので、もうゴリります。ペッカってロイホグきついんですよ。ファイボじゃない限りね。そうそうそう。もう投げまくりゲーミングですね。まあ、意外と僕もこのなんかね、事故ってね、こう陸行かれるみたいなこともあるんですけど。おい!そっち側?こいつさ、天才タイプかもしれんな。俺が好きよ。外側に出す予想だもんね。基本的に、内側呼びザップあるんですよ。外側読みザッパーね、あんまないっすよ。まあ、あんまないからこその、してくるだろうみたいなね。さ、これさ、もう一回マジアチュで射抜いてこねえかな。さすがにそんなさ、うん、あれだったね。射抜いてはこう、ちゃんとね、防衛ですね。さ、もうゴリ、やばくない?これで、この時点で、相手のターンはこれっすよ。で、次はじゃあこっちにしようかな。いや、ザッパー回ってないのかな?さあ、ペッカ、アドがやばい。アドがやばいね。まあ、攻めクエイク打ってるんで、まあ、それはしょうがないですね。でも、これはね、全然守れちゃうんですよね。まあ、ポイズンって地味に嫌だね。でも。で、ボンバー回しまくります。こいつ2コストなんで、こう見えて。2コストはね、犯罪。さあ、まあ、あっち側痛いけど、
許容しながらね。いや、なんか、まあ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 、いいでしょう。そんぐらいならいいでしょう。そんぐらいならいいでしょうって。さあ、一回ちょっと守りたいね。マジアチャがね、地味にめんどくさいっすね、相手の。後出しマジアチャできるね、これ相手も。それがちょっと強い。俺のユニットに対しての後出しができる。さあ、うっと。いや、マジアチャ射抜かれてんやん。バカバカバカ。痛い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 。だからめっちゃ入ってんな、思ったより。まあ、ゴーストあと使ってないっすよね、相手。ロイホグ用にね、しっかりゴーストは、持ってる。さあデリー次っすね。ここ今エレキもゴーストも咲いてるんで、次のロフゴー相手はね、ボーポイとかしたいと思うんだけど、ペッカでね早めの圧をかけてきましたね。いやいいいい、当たってるのでかい。当たるだけでいい。でこれで溶かす、デリー落とす。そうっすね、ハンターね近くまで来ちまえばこっちのもんだからね。おい、こうなっちまう。あ、これもうロイホグ読みボーポイっすね。さあ、ロイホグ読み。ロイホグ来るでしょっていう。まあ、行かないんですけどね。で、ここで行くと。いや、これ、2周回していい気がしたな、俺。多分、鬼入る。いや、鬼入るんだよね。いや、落ちるんかい。いや、マジかよ。いや、火力バカ高くなってるよね。こんなの前、落ちなかったもん。いやー、これがね、今のロイフグの強さっすね。火力がバカ高い。よろしゅう。おい、ロイフグ来た。いや、初手スーパー行こうかな。でもね、言うてロイフグって5コストなんだよね。なんかあんま調子乗ってしまうとね、ピンチになるよね。さあ。マザネクタル。まあ、ロイジャイかな、今んとこは。今んとこすごいロイジャイ。豚がね。いや、豚が多いな。お、ロイホグ。さ、まさかのロイホグ。いや、痛いね。痛い、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 痛い。さ、マザネクのロイホグ。あれかな？いやー、これ、セパ行ってよかった気もするけど、まあまあまあ。ほぼ。形がちょっとわからんっすね。目がないと、あるかもね。いや、間に合ってねえな。うん。タルだったな。タルマザネク、ホバ、ザッピーロイフグ的な。トリトンと。いや、ロイフグ、メカナイトがあるかどうかかな。俺からしたら。さあ、どうしようかな。いや、これさ、逆サイ、怖っ。逆サイ行ったら、メガナイトドッサンじゃないのかな。まあ、序盤のメガナイトドッサン別にそんな怖くはないからいいんだけど、相手から、展開してくれんの？これ行くしかないよね、そんな。ありがたく、ファイブでもあんのか。ああ、まあそういうことでしょうね。さすがにファイブないとやんないか。いや、これ、金起動してえな。よいしょ。こんにちは。一応、デリウッドで豚って結構溶けるんだけど、キングがね、起きて、今、攻撃メガナイトにしてるから良くない。オッケーオッケー。いや、これは、まあまあ、メガナイトファイボっていう組み合わせ的にはめんどいよね。っていうね。いや、一旦行ってから考えよう。一旦行ってから考えよう。行って、イリババー。いや、なんか昔の、めっちゃでもねえか。なんか、ちょっと前これ流行ってましたよね。さあさあさあ、相手とサイド、俺は逆がいいね。逆サイドで戦いたい。さあさあさあ、で、ファイボーだけど、ボンバーはね、マジ、ニコスで、ファイブとか世界一打ちにくいカードだから。いや、メガナイトかな、俺のマックスじゃ。単純にメガナイトが止まんない。地味に受けむずいっすよね、メガナイトの。端前来るね。デリ落とす。でも、ファイボタルだったんで、相手も意外と。やべ、うん、ナイス。いや、強い。思ってる以上に火力高い。で、エリババ？エリババなんで、何もしなくていい。エリババの火力よ、この。いや、いい。タゲ取り。で、メガナイト？さあ、ボン。ボン！
いや、いい試合だ。これ、クエ削り、ワンチャン？いや、怖すぎ。いや、これは美味しい。これは美味しくて、なんなら行く、目が、いや、別にそれは全然いい。LSP 完全で、チレ。OK。これさ、どうしようかな。アマが守るのがね、正解ではない気がする。いや、いた！待って、思った以上にいてえな。なんか、メガナイトのホバのさ、防衛がむずいね。エリババいる。いや、クイックで一旦削る。いや、これ、全然俺が防衛うまければ勝てるぞ。いや、これさ、先に行くワンちゃん。ダメ？ファイボー。まあ、ファイブ使わした。まあ、使わしたところでみたいなね。いやな、ホバリングマジでせこくね。俺からしたら。いや、まさにくもせこくね。ちょっと、せこすぎないって。いや、来るよね、そっち。いや、終わったくせ。やーう。いや、なんか、惜しいな。勝てそう。勝てそうではあるが、通らん。通らん。さあ、よろしく。お、この人、やりラフィーみたいな人。ラフィー、ラフォー、当たったな、この前。動画外かな、でも。なんで聞こう、新鋭隊ロイフか。多分、ロイフ、流行りすぎてんな。あのね、まあ、ハンターウッドとかデリバリーウッドでロイフって結構守れるんですよね。だからロイフグ対決このデッキは別に弱いわけではないんですけど、よいしょ。ホバがね、やっぱハンターとかって手前のリンってのは強いんだけど奥に勝てないから、マスケとかホバリングとかに弱いよねっていう。さあ、マッチョ、うんうんうん、親衛隊ロイフグですね。なんでまあ僕はホバですね。ホバが嫌だね。ホバがマジで。で、ボンバーが大活躍するんじゃない？これまた。どうなんだろう。ボンバーがいいんじゃない？これさ、溶けねえのかな？デリエレスピで。あ、デリエレスピで溶けてくんないんだね。デリエレスピさ、エレスピ2周だね。デリとエレスピ2回でホバリング倒せるよ。そんな歌んか。エレスピ2回。いや、豚行ってもいいけどな、正直。ファイボ使ってくれるのは美味しいからな。正直、クエイクはさ、親衛隊の盾剥がせるから、意外とそこに使ってもいいみたいなね。うん。まあ、一生攻めなければ、みたいな。ボンバーゲー？あと。で、クエイク撃たれるの嫌だから、まあ、ザッピーからの親衛隊って流れるのかな、相手は。さあ、これ、ボンバー、残るよな、お前。残るよな、圧。オッケーオッケー。圧をかけていかんと。で、橋前親衛隊の可能性もあるからね、相手。よいしょ。もう一生これ、えぐくない？ロイフグもう一回も飛ばさないで勝つみたいな。そんなうまいこといかねえかな。さあ、来た。どっちを相手かね、処理してくるかな。いや、オッケーオッケー。いや、いい。やっぱ硬いからね。いや、でも言うてちょっと痛いな。思ったより痛いな。まあ、行くか。一回飛ばして、ファイブを使ってくれたら美味しいっていう。いや、オッケー。ファイブを使ってくるの美味しいね。しかも、それでちょっと入る。ちょっとだけね。いや、このホバはまあ、無視でもいいんだけど、まあ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 。で、この次よ。ここで行きます。今、施設か。いや、施設からの始まり死にたいな、これ。やったな、これ。いや、やった。いや、まあ、少々いいでしょ。さあ、いやー、あんま戻ってほしくないね、ニット、あっちに。なんで帰ってくんだ？優秀か？さあ、LSP2 周だっけな。いや、タゲがいい。さあ、これちょっと痛いね。まあ、でも、なんか、勝てそうっすね。なんか、どうやっても勝てそうな気がしてきた。
まあ、ホバーが事故るぐらいかな。ボンバーとハンターがさ、そこ強なんで。よいしょ。いや、強い。金魚の狙ってもよかったけど。さあ、LSP。いやん、LSP むずい。これ、クイックぶん回しでもいいんだけど、正直、ロイホグで攻めとくみたいなとこある。うん、そうですね。相手がファイブを使ってくれるから、飛ばし毒ではある。ぶっちゃけね。ファイブ使ったボンバー最強。縦剥がして、一応こっちの方がダメージ受けてんだな。オッケーオッケーオッケー。で、ロイホグで飛ばして、これ相手も防衛ファイブしなきゃ絶対きついでしょ。さあもうクエイク削り。オッケーオッケー。しかも豚のこれチョコン、いや、これチョコン90っすよ、90。多分。あれ、クエイクットで落ちんのかな、ごめんなさい、把握してない。いや、ファイブ来そうだな、どっちか。いや、強い。バカ高い。え、待って、やばい、勝ったと思って、やばい。いや、防衛力がね、ちげえ。デリウッドが高い。てか、ボンバーもなんかこう見ると、3コスでいいんじゃねっていうね、気はするよね。はい、というわけで、こちらね、超高回転ローフグ。今ね、激アツデッキとなっておりますので、皆さんもぜひね、使ってみてください。よければチャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。では、お疲れちゃんでした。またね。